ここ相当極上ででですすクオリティ高いですマジで本当にあのコンテストでも全然高く評価されるダンス的な評価としてもすっごい高いポイントですね。高評価ボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。 本日は平野くんの稲妻をお話ししていきましょう。ということで今回サムネイルに書かせていただいたのはもはや電撃というところで何に例えるのが分かりやすいかなと思いつつやはり受けたインパクト衝撃みたいなものとシンプルにその平野くんの速度感ですね。そそこでそんな瞬発的にやっっぱり動けるのっていう 筋ですよねだからね側近ってあの速い筋肉って書いて側近っていう風に読むんですけれどもその瞬発的な動きバネっていうものがめちゃくちゃ強くてまさに全身の筋肉のバネが強いからこそ到達できる電撃の世界光の速度だなっていう風に思うぐらいのダンスを今日は見ていこうかなという風に思っておりますのでよろしくお願いいたします、うん、まず初っ端の速度がやっぱりへげつない本当にここからです。 もうねスタートダッシュの速さ映像でなんとか捉えられてるけどこれ肉眼だったらきついぜと思いましたね動き的にはダンダンダンに見えると思うんですけれどもこれ平野くんの体の中ではダガッタダガッタダガッタっていう速度感にこれなっておりますいきますよダガッタダガッタダガッタ分かりますかねこのわずかな違いのファンの部分が速すぎてダンに見えるっていうこれがちょっとやっぱ普通じゃないですねこの辺りね この時の落ち感体のホールド感がマジで素晴らしいですね全部こう固定した状態でこうやってこういうふうにカチーン固めてこうやって落ちてってるんですこれを「稲妻づまって言いながらググググっていうふうに落ちていくこの力み感ときしみ感ですねが恐ろしいぐらいやっぱ強くて硬くてで速いんですよここも。 だがっただがった,だかった稲妻 <laughs> で上がった後にやっぱこのお顔で戻ってこれるのは信じられんですねこのあたりに関してはね脅威ですねもう本当にどうなってるんだろうなっていうふうに思いますヒットがぎっしりしてるんですよね平野くんね筋肉質なのでヒットがむぎゅっていう感じで飛んできますうん,うん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  全部ムギュッとしてるんですよ筋肉のムギュッと感筋肉の伸縮性みたいなものがちゃんと出てるヒットなので軽くないっていうパスっていう雰囲気じゃないんですよねズビュンっていう感じですねみんなズンマズマズンマここですよここのね速度もね電気の速度ズンマこれですズンマズマズンマ これがすごい「突然やってくるが」が稲妻のダンスの本当にあのポイントでございまして「みんなズンマーズマ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 っていうこのズマした後にスッて戻ってまたズマしてまた戻ってくるっていうところのこのこの。この 急に落ちるところが本当にすごくてこの瞬間移動みたいなこの瞬間がけケモンっすねここら辺はねこの辺りやっぱり岸くんとかもそうですけども3人でズンマズマズマ大事なのはズマした後のズンマズマって言ってる上がってきたところのここの漂い感なんですよこのニュアンスがね気持ちよすぎて本当に3本の衝撃因なズマ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 これですねここののの人 この傾き方とかめちゃめちゃ揃ってるんですよ質感といい何といいここ相当極上ですクオリティ高いですマジで本当にあのコンテストでも全然高く評価されるダンス的な評価としてもすっごい高いポイントですねシンプルにねいやー やっぱね声もね鋼のだから声出すっていうのもこれ結局筋肉じゃないですかやっぱり繊維がすごく強いっていうのがあるからこそ歌い方の中に硬さが出るんだと思うんですよねこの辺り「うん」っていうこの硬さって何なんだろう何なんだろうと思ってたら多分本当に首の筋肉ですねここで多分響かせていく空気の振動みたいなものが多分この筋肉の強さによってより高いところでこうカン って鳴らしつつ低いところと当ててるのかなみたいな風に思ったりとかしましたねこの3名の皆様のこの感じがやっぱいいんですよねやっぱりね真ん中に平野くんいるとやっぱ左右にこうふ首を振りながら岸くんと神宮寺くんを確認できるっていうこれがまた嬉しいだろうなって思いますねこの感じねでそれを見る我々もすごい嬉しいじゃないですかだから要素として美味しいポイントがやっぱたくさんあるっていう ここだったらまず歌ってる神宮寺くんにスポットが行っていやマジやべえってなってでその後ろでさらりとこの映ってる平野くんを見て笑顔でまた素敵だなってなってそのこの構造を引いてお二人をセットで見てまた最高だなっていうもうここだけでご飯が3杯食べれちゃうわけですからねすごいことですよねこれをね。 あのね、平野くんの魅力はやっぱりナンバーアイさんのところで結構こう気が付いた部分でもあるんですけどもセンターにいる時メインでスポットカメラが、えー、と向いてる時じゃない時その隣にいる平野くんみたいなこの映っちゃってる平野くんがすごくね魅力的なんですよね人間らしいというかこの辺りがねいいんですよね。